ますけど、最初はこれはドリルでガーっていったんですけど、結構5ミリぐらいあるんですよね、このアクリル板が。手でやってます。ちょっと休みますけども、これがなんちゃってマリネリ容器の5面ですけども、ここにですね蓋があるんですけども、ここに穴開けて、アルマジロを入れたいわけですね。でアクリルの、こういうやつをここに突っ込みたいんですけども、そのために今この蓋に穴開けてるんですけど、これね仕様見たらここ2ミリなんだけども、蓋がね5ミリあるんですよね。で結構苦労してます。やっとできました。こんな感じですね。これ全部防水になってます。で角型のところに入るわけで、ここはもうなんだろう、タッパーとは違うので、ここはもうテープを貼って、外に臭気とかも漏れないようにするしかないですね。これは10センチ10センチ10センチですね。で使った材料はこういう、もともとは何だろう、模型とかをこう載せる飾るもんですね。アクリルボックスです。こういうそれの蓋の部分を逆に使って蓋にして、でこういうアクリルパイプですね。これがね、直径5センチ、外径ですね。外径5センチだとちょうどアルマジロが中に余裕を持って入るんですよね。はい、で、まあ、アルマジロですね。ラップと、それからラップを20か30にしちゃって、ビニール袋薄いのを1個やってんですけど、それでもこうちゃんと入るんですよね。うん、ここに入ってきます。完全に入るとこんな感じですね。そこまでついて、はい、少しここへこんでるんで、実際にはここの空きっていうのは2ミリぐらいしかないですね。アルマジロの底面と検体の間は2ミリぐらいしかないです、空きが。こんな感じです。ちょっとね、いつもなんか撮影が夜になっちゃって、昼撮るともうちょっと綺麗なんですけどね、見かけが。これであと板が来たんで箱を組み立ててちょっと並べてしまいますね、鉛を。これはちょっと普通のマリネリ容器と違うと思います。普通逆ですよね、ついての下にポコッとなって円形の、容器があって、上に蓋をするんですけど、蓋の側にこうアルマジロがついてるんですよね、はい、ああよかった。まあこれ1個作るのはちょっと時間かかるけど、まあ3つぐらい作っておきます。高さの違うやつですね。食い込み方が違う。このアクリルパイプの、食い込み方が、今ね、アクリルボックスの下から2センチのところなんですけど、これを、3センチ、4センチとか作ります。